おはようございます。今日もセミリタイア生活をやります。朝一はトイレで両学長の動画を拝見。朝一で飲む炭酸水うまビオフェルミン剤毎日欠かせない。おはよう、寝てるかまだ。おはようさん、今日一日いないから霜降りビーフあげよう。ほらお食べ、食わないんかい。今日は高校の同級生とバーベキューに行きます。待っててね、いい子に待っててね。パッキング終了。最近ミレーのバックパック40リットル買ったんだけど、マジかっこいい。これめちゃくちゃ曇ってんけど、荷物多すぎた。キャンプ場のある奥多摩まで向かっていきやす。アウトドアショップで薪買ってきやす。スーパーで食材調達してきやす。友人と合流しました。バイクかっけえ。うわ、めちゃくちゃ大自然。東京とは思えない田舎だね。坂道めっちゃ急なんだけど。荷物多すぎた、食材買いすぎた。とりあえず設営完了。日陰に移動して飯を食いたいと思います。腹減った、昼飯食いて。とりあえず乾杯ですね。友達は暑い中日向でキャンプしてます。ハツを焼いていく。オッケーです。トイレめちゃくちゃ夜中来るの怖えじゃん。うまそう、こてっちゃん。もうすぐ日が暮れます。宴を始めます。急に暗くなってきました。宴じゃ。また明日朝起きてキャンプします。おやすみなさい。久しぶりのテント泊、体がバキバキもうてます。すごい霧がかってる。川の水量めちゃくちゃ減ってんけど。川の水冷たい。橋の真下にテント立ってたんだけど、落ちてこないか心配だったや。朝一コーヒー飲みましょう。朝から飲むコーラ殺人的にうまい。朝飯です。肉が焼けてきたぜ。片付け終了。ハワイキャンプ場、平日人が少なくて良かったです。静かで。次はね、ソロキャンプ来たいと思います。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。